あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。美濃の平定大儀である。今宵は酔え。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座れって。おい母であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。しゃしゃりでよって身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な。ただし、名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは、古今例がない。他に類を見ぬ働きが、お主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として機内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に恐報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。やつは霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利通。
機は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。無名殿は先に様子見に、私はここで陶器秀地。
Yeah.
長政めが、信長様は裏切り者を許しはせんぞ。
ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。
一匹残らず狩り尽くしてやろう。
やっぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。
松永断じを久秀、信長様の道案に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め。